フランスカフカのエモーションと彼の真実を探る姿勢に共感したからというのが一つ大きな理由になりますカフカ的な世界の見方は自分にとって世界を知るための重要なメソッドだと考えていますそして限られた人生においてカフカの小説の中から一作を選ぶとすれば様々なカフカ的な要素の詰まったアッカントリードクターだと思いました 理由のない停滞、家族と息子不可解な村人傷といったカフカ的な要素に加えエロチックな三角関係少年コーラス早急なシーンの移り変わりなど映画的な要素が多いのもこれを選んだ理由になります実際カフカ自身もこの話が一番のお気に入りだったそうです制作を始めた時は カフカがまるで憑依したとしか説明できないような自分の心理状態でしたがあのタイミングで作るべくして作れた作品だと思っていますオタワインターナショナルアニメーションフェスティバルは広島に次いで最も多く参加しているアニメーションの映画祭でここでのグランプリは大変嬉しかったですストーリーとしては理解しにくい映画だと思うので未知の観客にとってこの大きな賞は 映画の品質の一つの保証になるので大変ありがたいです。